ティラナ。ティラナ、アルバニア語、不定形、定形は、アルバニア共和国の首都、ティラナ州の州都、ティラナ県の県都で、同国最大の都市。ティラナは、イーシュム川に面しており、アドリア海からは 32km 内陸に入った場所に位置する。ティラの平均海抜は 110m で、自治体内の最高地点は、マリメ、クロパ。 マリメグロッパの1828メートルである。市街周辺は、ほとんどが、丘陵地で東側には、ライト山があり、北西部にはわずかに谷が開けアドリア海を望む。ティラナ川が街中を流れ、ラナ川は小規模な川である。ティラナ周辺部では、戦死時代から人が住んでおり、1万年から3万年前に、遡るティラナに近いライト山の採石場とペルームは、 洞窟で発見された道具が示している。様々な考古学者により、ティラナとその周辺部はイリュリア人に由来する地名で満たされているため、アルバニアの中でも初期に住み始めた地域ではという議論がある。最も古い時代のティラナでの発見は、市街地で見つかった3世紀頃に遡る後に、モザイクの床のアイルレス教会に変わったローマ人の住居で、他にもいくつかあり。 東京の先人泉で中世の寺院などが発見されている。村とトップ谷通り、ムーラットトップテニー添いでは、ティルカンカ、セランダと呼ばれていた可能性のあるユスティニアヌス一世が建てた城がアフメドパシャトップ谷により18世紀に保存された。ティラナ周辺はイリュリア人や古典古代の時代には特別な重要性は持たなかった。1510年に、 アルバニアのカトリック聖職者で学者のマルリン・バルデティは、アルバニアの英雄スカンデルベグの電気ヒストリアデイ、ビータエジェスティス・スキャンダー・ベギー・エピロターム・プリンスピスで、ティラナ周辺は小さな村であったことを言及している。オスマン帝国支配下の1431から1432年の最初の不動産登記に関する記録には、ティラナは60の区域に、 約2028世帯7300人が居住していたことが記されている。1614年、地元の支配者であるスレーマンパ社によりオスマンの町として設立され、モスクやバザール、ハンマームが設けられた。ティラナの町はキャラバンサライ、対象宿が位置する公益路沿位として急速に発展し19世紀初期まで重要な場であった。この期間、ペトレラのモラベー、 モーラベイにより、エトヘムベイモスクが着工され、建築には、国内のエリスグリの職人が雇われ1821年に、モラベイの息子であり、スレーマンバルジニの孫である人物により完成した。1800年に、最初の信頼者である、アルーマニア人が、コルチャやポグラデツ周辺の村からやってきて、京のティラナダムコ公園周辺に住み着いた。 彼らはラッチファクとして知られるように始まり、最初のキリスト教徒としてやってきた後町を作っている。デバル地域でのセルビア人からの報復後には数千もの人々がティラナに流れている。1807年にティラナはクルヤティラナ市長の中心となる。その後、ティラナはクルヤのトプタニケの支配下に入り勢いがなくなる。 シュコダル州とデラス三尺が作られ、1889年にはアルバニア語による授業がティラナの学校で始められ、1908年にバシュキミ愛国クラブが設立された。1912年11月28日にアルバニアの国民運動のリーダーイスマイル・チェマリが国旗を掲げている。バルカン戦争時にティラナの町は一時的にセルビアの軍隊に占領され、 村々では、ハジチャミリ、ホッチティアミリが率いる反乱が起きている。1917年に初めて、オーストリアイコール、ハンガリー帝国の建築家たちにより、都市の輪郭がまとめられた。1920年2月8日、ルシュニア国会において、ティラナは1912年に独立を獲得した、アルバニアの暫定首都と宣言され、 1925年12月31日にティラナは高級的な首都の地位を獲得した。1923年には最初の都市計画がオーストリアの建築家たちによりまとめられている。ティラナ中心部はベニート・ムッソリーニ時代の建築家であったフロレスタン・デ・ファウスと、フロレスタノ・デ・フウストとアルマンド・ブラシにアルマンド・ブラセナイにより計画された。ブラシには 中心部の政府庁舎を現代的なものに基軸を置いた。計画はアルバニア人建築家、エシュレフ・フラシェリ、イシュレフ・フラチャリ、イタリア人建築家、カステラーニ、コステラニー、オーストリア人建築家バイスト、コーラーにより改定された。ティラナの直行し並行した道路網の北側の部分が開通している。政治的な分野では、ユーゴスラビア王国やゾグ一世の軍によって、 断続的な攻撃さらされた。1924年にはファンノリに率いられたファンゾグウ放棄がティラナ中心で起こる。その後、1925年にアフメドゾグの反乱が成功してアルバニア共和国となり、1928年にアフメドゾグがゾグウ一世として大いにつき、アルバニア王国が成立した。1930年代から1940年代に、 かけては1920年代に建てられた都市計画が完成し、占領する軍隊と地元民との間に衝突が起こり、共産主義勢力が現れている。1930年に、今日のダシュモラトエコンビット大通り、デシュモレット E コンビットの北側の部分が完成し、ゾグ一世大通りと名付けられた。一方、政府庁舎群や大通りの軸、王宮、行政庁舎、 アルバニア国立銀行などはまだ建設中であった。あとに、都市計画は、イタリアの著名な建築家、ビットリオ・バリオ・モルプルゴ、ビター・ヤ・ペーリオ・モーパーゴにより行われた。ファシスト体制のイタリアとアルバニアとの間でティラナで、条約が結ばれ、1939年に、ファシストの軍により、ティラナは接取され、傀儡政権が樹立した。その間、イタリアの建築家、 ゲラルド・ボジオ、ガラルド・ボシオは、以前の計画をさらに練り上げ、新たに現在のマザー・テレサ広場になっている部分に、新しい計画を導入することを頼んでいる。1940年代初期、メインの大通りの南側の部分や、周辺の建物が完成し、ファシストにより名付けられた。ビットオリオ・イマヌエーレ3世のティランナ訪問中に、企てられた地元の抵抗活動家による、 暗殺計画は失敗に終わっている。1941年11月、エンベルホッチャによりアルバニア労働党が設立された。ティラナはすぐにアルバニアの共産主義の中心的な町となり、地元市民を動員し、イタリアのファシストや後のナチのドイツに抵抗し、その間にイデオロギー的なプロパガンダが広まった。 1944年11月17日に町はアルバニアの共産主義勢力とナチスとの戦いの後に解放された。ナチスは最終的に共産主義勢力に戦いで敗北した。1944年から1991年にカケティラナでは建築様式としてはだいぶ衰えた、幾分整然とした開発が行われた。 大規模な社会主義様式の高層住宅群や工場の建設が始まり、スカンデルベグ広場は整備し直され多くの建物が取り壊された。ティラナのオールドバザールや聖教会の大聖堂などは徹底的に破壊され、ソビエト様式の文化宮殿が建てられている。イタリア人が建てた行政庁舎は爆破され、その代わりにアルバニア国立歴史博物館が建てられ、 アルバニア君四国時代のアルバニア議会が入っていた建物は子供の劇場に変えられた。加えて大通りの北側部分はヨシフスターリン通りと名前が付け替えられ、レーニンの像が都市の広場には直立した。自家用車の所有が禁止され公共交通機関は自転車やトラック、バスが主要な手段と考えられた。ホッチャがなくなるとピラミッド型をした博物館が 政府の記念として建設された。アルバニアは、鎖国主義を宣言しそれを優先した後に、ニキータ・フルシチョフやシューオンライなど著名な共産主義諸国の人物が訪れている。1985年に、ティラナでは、エンベル・ホッチャ死去に伴い葬儀が行われた。その数年後、アルバニアが無神論を宣言してから、最初の宗教的な人物として、マザー・テレサが訪問している。テレサは、 地方の墓地で眠る両親のもとを訪れた。この頃になると、ティラナ大学の学生による政治的な自由化に対する運動が高まった。1990年代後半までは、共産主義の力は徐々に衰え崩壊し体制が、移行する期間は、都市部での開発やインフラ投資に関してはしばしば否定的に捉えられる。キオスクやアパートメントなどの建物が、 公有地や公共空間に不法な状態で様々な形状で立ち始めていた。ティラナの都市部周辺の非公式な地区にはアルバニア中の移住者を集めていた。この間、ティラナは計画経済から市場経済への移行期であった。自家用車の所有制度が再び実施され、ビジネスも新たに設立された。しかしながら都市は証明。 道路事情が貧弱なことが問題で、泥や陥没、粉塵なども同様に問題でティラナの道路の特徴となっていた。しかしながら、すべての建物や住宅は民間所有となり、中古のバスが導入され、近代的な水道や電話、電気などのインフラが、現代のティラナを背景とし1992から1996年に整備された。 エンベルホッチャの博物館は1991年には取り除かれ、迫害された活動家ピージェタ・アーブノーリーの名誉で名前が変えられている。政治的な局面では、ティラナでは多くの重要なことが起こっている。ジェームズ・ベーカーやヨハネ・パウロ二世など西側の政治家や宗教家が訪れている。ヨハネ・パウロ二世の訪問は最初の宗教的トップの訪問で、 マザー・テレサに続く宗教的指導者の来訪であった。ヨハネ・パウロ二世は、スカンデルベグ広場で、自由がやってくる。フリーダムワックスという言葉を残している。1990年代後半、バルカン半島各地では、戦争や社会的な混乱を各地で経験したが、ティラナでもそれまで市場経済の経験が乏しいことから、発生した経済破綻により1997年、 アルバニア暴動が発生したり、1998年9月14日には、クーデターが失敗するなど、大きな社会的混乱が起こっている。2000年に入ると前ティラナ市長であった、エディラマにより徹底的なキャンペーンが行われ、都市中心部周辺や1990年以前から、ある、ラナカーギ氏の不法な建築物の取り壊しが行われた。さらにラマがイニシアチブを取り、 ティラナにある建物の全面を明るい色の塗装にしたが、その間にも内装は劣化を続けた。公共交通は民営化され、新しい中古のバスが導入された。自治体の行政サービスは拡大され、多くのイベントが導入され、新しい自治体警察が発足している。未だにインフラの整備が不十分であるが、多くの道路では再整備が進められ、公共用地や 共用箇所も通常に戻されつつある。スポーツ用地や歴史的な建物の整備も進められているが、古い伝統的な住居のアパートメント化や、緑地帯への高層建築物の建設などへの批判もある。ラマは建築認可に関しての問題で汚職で、告発されたが、証拠不十分で不起訴になっている。最近では、ティラナ中心部では、通常の道路工事などによる交通渋滞が、 問題になっている。2007年にアメリカ大統領ジョージ・ W ・ブッシュがアルバニアを訪問しティラナ周辺を訪れている。ブッシュへの経緯からティラナでは彼の名を冠した通りがある。2008年には郊外の玄軍の弾薬庫で爆発事件が起こり市民は動揺した。これは偶発的な事故か故意なのかいろいろ可能性が言われている。2011年には 反政府デモが発生し、政府ビル前の車が放火された。このデモで3人が死亡し150人が怪我をした。多くの計画が達成されてきたが、ティラナの将来性に関してはビジョンが欠けているという指摘もある。環状道路の南西部の整備や中央バスターミナル、トラム網の整備など計画されているが、公共空間の不足、違法建築物の合法化プロセス、 慢性的な駐車場の不足や道路渋滞、排気ガスによるスモックなどを解決すべき課題が多くある。夏は平均摂氏20度以上あり暖かく、降水量は少なく乾燥しているが、それ以外の季節では平均摂氏10度前後で、降水量は100ミリメートルから150ミリメートルで、ある。欠片の気候区分では、夏季の月平均降水量が30ミリを下回るか、上回るかで、 地中海性気候に属するか温暖湿潤気候に属するか変わるが、ティラナはその境界に位置し用いるデータによって変動する。2011年の国勢調査の予備データによれば、ティラナ市域の人口は42万1286人である。ティラナ州はティラナの都市圏として見ることができ、人口は2010年現在80万347人で、これには、 周辺部のカムズ、67,301人、カシャル、45,742人、パスクチャン、37,313人、ファルカ、22,713人などの自治体が含まれている。ティラナの都市的地域には60万人近い人口が居住している。1703年のティラナには4,000人が住んでいたが、1820年に1万2,000人まで増えた。 最初の国勢調査は、ティラナがアルバニアの首都となってから数年後に実施されたが、その頃、の人口は1万845人であった。1950年代、ティラナは急速な経済成長と人口増加を経験し13万7000人まで増加した。その後アルバニア労働党による共産主義が1991年に終わりを迎え、 ティラナではより良い経済的な機会を求めて多くの人が地方から首都ティラナへやってきて急速な人口増加が起こった。1990年にはティラナの人口は25万人であるが広範囲で見れば50万人が流入している。アルバニアの首都として政府庁舎、上下院議事堂のほか各国の大使館が置かれている。 ティラナ自治体は11の行政区域に分けられており、行政区画は、ニュシバシュキアケ、ジージーバシュキー区と呼ばれている。これらの行政区は独自の区長や区議会を持っており、小自治体を意味するミニバシュッキーで知られている。2000年に、ティラナ中心部のティラナ大学からスカンデベルグ広場まで、文化地区として宣言され、政府による特別な保護が与えられた。 ティラナの歴史的なものの中枢は村とトップ谷通り、ムーラットトップテニーの周辺に集まっており、ほとんどをブローク地区が占めている。ティラナはもともと住居表示のシステムが欠けており、自治体では2010年に通りの名称の導入やアパートメントの入り口ごとに地盤表示の導入等を始めた。過去20年間、ティラナでは都市開発の準備が行われ様々な コンサルタントによる提案や手法が行われた。1995年にオーストリア政府が設立したウィーンを本拠としたコンサルタントによりティラナのマスタープランが用意された。アメリカを本拠とするパドコ、イギリスを本拠とする GHK、ハーバード大学設計大学院などの土地利用計画のタスクフォースはティラナ都市圏の建物配置の準備プランを用意した。 この計画は2002年のパドコのプランを改良し、ティラナ都市圏の計画に合わせたものである。ドイツのコンサルタント GTZ とアイアは、ティラナドラス地域の開発研究をまとめた。他に2003年と2010年に、フランスの建築家がティラナ中心部の詳細な計画をまとめている。様々な計画は立案されるが、いずれも実行されていない。第二次大戦後は、 ソ連の援助で、金属、繊維、食品加工、タバコなどの工業が発達。2000年に入ってからは、オフィスや住宅が入るティドタワーの建設や、ショッピングセンターの建設が進められている。アルバニアの中心都市として、鉄道や空港が整備されているが、鉄道の利用率は低く、空港も国際線専用のため、国内移動はバスが多い。また、 ギリシャやモンテネグロ方面などへの交通は依然として問題がある。国際列車の運行はない、いわゆる施設としての長距離、バスターミナルというものはまだ存在しない。ここでは方面別に一定の場所にバスや乗り合いタクシーが集まる場所を便宜的にバスターミナルと表記することとする。なお、各都市からティラナに到着するバスや乗り合いタクシーは バスターミナルに直接到着するのではなく、市内各所で客を降ろすことが多い。ティラナには、港はないが、30キロメートルほど離れたドゥラスの港から国際航路がある。トリエステ、ドゥブロブニク、コペルなど。市内中心部のスカンデルベク広場では、アルバニアの英雄であるスカンデルベクの銅像がある。また、国内最古の建築物の一つであるエザムベイモスクなど、 歴史的建造物が多い。ティラナ大学のほか、各種専門学校がある。また、アルバニア国立図書館が設置されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。